ファンファー君が好きだすごい。リンクがもうゼルダがもうどうでもよくなってもう、シャープ13で登場したファンファンに会いたくなってるって、リンクが。ちょっと会ってくるか。ファンファー、久しぶりー。ファンファーいたー。リンクが恋したファンファーがいるー。馬のお世話やることいっぱい、ファンファー。リンクにも、リンクのお世話してくれないか、ファンファー。シャープ13ぶりぐらいだな。シャープ13だっけ、シャープ12だっけ、わかんないけども。1年ぶりだな、ファンファー。僕は君のことが好きだよ。覚えてるか、ファンファー。君に恋したリンクが目の前にいるぞ、ファンファー。どうだい？この上半身裸の男は、たくましい男だと思わないかい、ファンファー。ファンファーと一緒に。旅がしたいな。ファンファ。ファンファ。ファンファ。やばい。ファンファはちっともリンクに興味が。あ、でも興味あるな、ファンファも。ずっとリンクのこと見てる。リンクのこと好きなんだよな、ファンファもな。両思いだ、やったー、リンク。ゼルダなんてどうでもいい。ファンファと一緒にマイホームに住もう。久しぶりだな、ファンファ。はい、どうしました、お客さん。そんなお客さんって言わないでください、ファンファ。リンクって言ってあげて。ファンファ、リンクって、リンクハートって言ってあげてよ。このあたりのことについて何か知りたいことありますか？よろしかったら馬で来て、おすすめスポットだから言ったでしょ？シャープ12か13でも、君と一緒にそのおすすめスポット行きたいんだよって。さようなら。もう言ってよ、馬神。馬神子に行ったろ、あの時も。すげえ爆笑したろ。あの面白い展開が起きて。はい。ということで、面白い展開が見たかったら、シャープ12とか13か、その辺を。14か、シャープ14をぜひ見ていただければと思います。もう、シャープ14は神回だったんですけど。でも、シャープ14はちょっとね、音声がね、あんまり良くないかもしれないんですけども、シャープ14はクソ面白かったので。ということで。今日はですね、祠です、今日も。ここに願って、ここの上に祠がないので、ここの場所で祠を置いていきます。ということで、レッツゴー、ここの祠に行って、祠を探していきます、まず。さて、この辺のはずなんだが、もう少しまっすぐこのまま行ったところなんだが、あります？あの辺ある？なんかなくね？ちょっと雪が降ってて、わかりにくいな。あ、やっぱ、下方向に感知。なんかあそこにも竜がいる。なんか、前回みたいにまたなんか爪よこせって言ってるような気分。あ、まあ、見えてきた？ちょっと下が見えてきたか？下方向に感知。今どの辺？あ、ちょうどこの下じゃん。え、なくね？ここにないってことはさらに下なんだな。どっかから潜って洞窟に逃げていってる子、よ、いな、いだ。なんかいいね？なんか泳いでね、海で。なんか泳いでね、こいつ。え？こいつ泳いでるな。あ、敵か、こいつ。あ、敵か。敵だった。敵だった。かわいそう。さようなら。ごめんね。そうやってな。命っていうのは、繋がれていくんだ。ピラミッドみたいなもんだからな。もう。食物連鎖ってやつだ。ピラミッドの階層の下にいるやつは上にいるやつに食われる。そういう結末なんだ。ってことで、どこにあんだ、これ。あ、洞窟がある。この先じゃん。絶対この先だ。あ、この先だな。間違いなく私はこの先にあると見たら、ちょっと君たちは無視させてもらいます。はい。ちょっとこのまま真正面に突っ切って。あったー！あったですねー！あれ？水の中にある。この水、この水位をどうにかしないとダメだ、これ。この水位どうすんだ、これ。え？なんかあります？周り。ちょ、周り見渡してリンク。あー！びっくりした！なんだ？いや、あいつらか、ちょっと先こいつらやっつけてくるか。めんどくせえな。おい。おい。めんどくせえな。あ、マスターソード傷ついちゃったって。じゃあどうすか、この49とかにする？ 49とかめちゃくちゃ強いんだよな。あ、終わり。え、まだいる？この音楽。あ、お前、お前、お前。で、なんかもう矢がもう21しかねえんだけども。あ、こいつ HP 超あるじゃん。49のに殴ってるのに全然倒れねえ、こいつ。
お前 HP 体力めちゃくちゃあるな。頑張って鍛えたんだな。でもそんな鍛えたお前はでもこんなリンクのこの49の武器にかかればお前なんて終わってしまった。あ、でもなんか下に行けんのはなんかやっぱ下に行くんだ多分ね。下に行って多分水位をどうにかしてくるんじゃねえか。なんかそんな気がする。あ、でも下に行っても何もねえけど。どういうこと？下に行っても何にもないよ。あ、なんか、あ、これ壊すのか。これ爆弾で、これ爆弾でこれ壊すと。あ、やっぱそうだね。これで水が流れて、これで祠に行きますよということですね。はい、ありがとうございます。パンパラパララン！ということで、あそこの祠に行きます。よーし、ここの祠に行けるようになったぞ。ラウルの祝福がいいな。あ、違う、ラウルの祝福じゃねえ。普通の祠だ。謎解きだ。さあ、ここは？往復運動。あ、なんか玉系だ。玉系って結構面白いよな。じゃあこれは？このスイッチは？はい？何が起きた今。なんかこれは向こうがずれた気がする。あ、ずれたな。この玉はどこに入れんだ？あそこに、あ、あそこに入れんのか。他に玉が。やっぱあそこに入れんだよな。あそこには、左に行ったり、こっちに行ったり、よくわかんねえ。今のところ謎ですな。ただあの宝箱取りてえよな。あれどうやって取んだあれ。これ、ここ、これ何？これなんだこれ。わかんねえな。とりあえずこの弾を、この弾をさ、あ、届かねえんだ。上にやろうとしても。ってことは、わかんねえな。全然わかんねえな。これぐらいしかないよな。あと何かあんだ。でもこれぐらいしかないんだ。だからこれを使って何かやるんだよな。あとは使えるのはトーレルーフと、トーレルーフは使えるのか。トーレルーフ、あ、トーレルーフはね、まずここ宝箱取れるか。起きた。トーレルーフでまずこれは取れますよと。はい。で、ここはこれだけなのか。こっちだってジャンプでいけないもんな、ここな。あ、いけた。いけないけど、でもこっち側いけないもんな。こっち側にはいけねえから、多分ここはこれで終わりだな。この宝箱ゾーンはこれで終わりな気がする。ので、もう一回考えると、これもう一回これやって、で、通れるふうでなんか、左がいける？これ、こっちが通れるふうで、こっちはいけなそうだな、通れるふう。っていうことは、どうすりゃいいんだ、これ。これをどうすんだ？向こうまで持っていけねえから、あ、でも一応ここまでは持っていけ、あ、でも落ちるな。あ、わかった！戻れ子だ！わかったぞ。なんかこれ、同じ場所だ。これ、これを戻した場所がさ、これ一旦戻すよ。あそこの次、弾が出るのがあそこにあるじゃん。あそこに出るのがあるから、ちょうどこれ弾が出た瞬間に、これをやって、で戻れ子すんだ。わかったわかったわかった。わかったぞ。わかったぞ。わかったぞ。はい、来いよ。出た瞬間に、これやって、で、ここで戻れ子を、違う、戻れ子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 って言ったんだよ。戻れ子、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 戻れ子です。そう、これ。これを、そうそうそう。これでいいんだよ、これ。これで、こういうことだ。こういうことだ。ほら、来た！ええー、面白なるほどねー。頭使うね。いい問題でした、ここの祠は。ありがとうございました。ドンドラララーン！祝福の光はそなたの力となるであろう。ありがとうございました。
ということで、今日もなんかある程度も時間経っちゃってんだよな、もう。っていうところなんだけども、ちょっと一旦さ、ここが怪しいから、一旦ここ多分根があるよな。なので、一旦根をちょっとここ開けてきて、絶対ここに根があると私は思っている。よーし、あったぞ。なんか登るのは大変だったけど、めちゃくちゃ。義王の根。あ、明るくなった。ということは、この上には、祠ありですな。まあ、次回かな。この次、この上の祠はな。ああ、この上に祠があるので、次回はこの祠をやって、行きたいと思います。短いかもしれませんけども、まあ、大体10分、15分ぐらいのね、ゼルダの動画に毎回したいと思ってるので、お付き合いいただきありがとうございました。また次回のゼルダでお会いしましょう。バイバイ。あんまり気にしないと思うから、さあ行った、一発コンボが入って、無理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 だこいつは、今挑むような相手じゃん。いやー、無理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 、こいつ完全に変態だろ。裸でなんかマスクかぶったものなんか持ってる。